はい、キクチャンネルのキクちゃんです。今ね、バイクの免許を取得するためにね、教習所に通ってます。でね、日々バイクに乗ってると、そのバイクが好きになっていくんですね。バイク乗るの楽しいんですよ。教習所でね、課題を与えられて、そのちょっと厳しめの課題もあるんですけど、いかにしてそれをね、こうクリアしていくかっていうのをね、自分でこう考えながら乗るわけですよ。でその中でね、大事だなと思うのがね、僕が乗させてもらってるね、バイク、教習車のバイクね、川崎のね、FZR っていう、ZFR とかね、FZR とかね、ごめんなさい、ちょっと忘れましたね。ZFR2 かな、なんかそういうバイクなんですね。でね、僕川崎のバイクってあんまり知らなかったんですよ。川崎モーターズさんにはね、すごくお世話になってるんですけど、バイクそれまでね、乗ったことなかったんで、川崎のバイクって言ってもすごくイメージが湧かなかったんですけど、教習所のバイクね、教習所のね、課題で与えさせてもらってるバイクが川崎のバイクなんですけど、ずっと乗ってるとね、やっぱ愛着が湧いてくるんですね。可愛く思えてくるんですよね。自分だけのバイクじゃ当然ない、教習所のバイクですからね、じゃないんですけど、1時間なら1時間乗ると。で、乗るにあたってね、そのギアがちょっとつながりにくいバイクだったりとかね、ちょっとずつ癖がやっぱあるんですよね、バイク。教習所のバイクでもメンテナンスね、きっちりできてる分もあれば、ちょっと癖がついてるやつもね、当然あるわけなんで、機械もんですからね。それも待ってね、ちょっとね、いいなと思ってるんですよ。で、FZR かな ?ZFR かな ?FZR かな ?FZR2 に乗させてもらってね。やっぱりその、バイクを好きになる、何でもそうだと思うんですよね。好きになってね、こう愛着が湧いてくると、自分のその乗る、運転がね、向上するというかね。いやいや、そのバイクに乗るんじゃなくて、そのバイクを本当に好きになるっていうかね。そういう風にすればね、自分が思った方に曲がってくれますし、自分がね、進んでほしいところに進んでくれたりするわけですよ。そういうやっぱり愛情のかけ方というかね、その時その時、同じ機種のバイクでも番号乗るバイクは変わっていくんですけど、その都度ね、やっぱりバイクを好きになるっていうことがね、何をするにしても、例えば自分がこれから新しくスキルを学んでいく上でもね、一番基本中の基本なんじゃないかなというふうに感じますね。でね、教習所を乗せてもらってるとね、今日は1次元の C とか A とかいうのを課題があるんですけど、日々ね、生活してるにあたってね、自分でここまでしないといけないとか、これをやっとかないといけないっていうのはね、当然自分の中ではあるわけなんですよ。それがね、果たして本当にクリアできてるのかっていうのはね、なかなか難しい問題だと思うんですね。だからそのバイクの教習所で免許を取りながら、自分が置かれてる日々の課題っていうのもね、意識しながら、日々送ればね、進化が早いんじゃないかなというふうに思いました。で、最近バイクの話ばっかりですけどね。以上です。ありがとうございました。